第一は、強い姉。中学校の時、先生に聞いた話です。幼い二人の姉妹が家で留守番していました。両親は夜にならないと帰ってきません。暇を持て余していた姉は、家でかくれんぼをすることを思いつきました。じゃんけんで負けた姉が鬼になり、妹は姉が数え始めると、一目散に姉のいる2階から1階へ降りていきました。そして押し入れに隠れました。やがて2階から、数えたよ。今から見つけるからね。という姉の声がし、1階に降りてくる足音が聞こえました。おそらく、妹が階段を降りる音を聞いていたのでしょう。それから、いろんなところを開けては閉める音が聞こえてきました。妹は見つからない自信がありました。押し入れの奥に隠れて小さくなっていれば、たとえ押し入れを開けられても、中をよく探さないと見つかりっこありません。そしてしばらく時間が経ち、妹が暗い押し入れの中でうとうとし始めたとき、あ、見つけた。という姉の声が聞こえました。そんなバカなことはありません。押し入れすらまだ開けられていないのですから。多分これは姉の作戦で、見つけたことを聞こえるように言えば、見つかったと思って顔を出す。それを狙っていると妹は思いました。そのままじっと押し入れの奥で隠れていると、外から姉の声が聞こえてきました。見つけた。出てきなさい。早く出てきなさい。姉の声は最初は穏やかでしたが、だんだんと妹を出そうと躍起になっているのか、声が荒々しくなってきました。早く出てきなさいよ。いい加減にしないと怒るわよ。早く出なさい。そのうち壁を叩くような音も聞こえてきました。妹は姉が自分を見つけれずに怒り出したと思って怖くなり、しょうがなく押し入れからこっそり出ることにしました。姉は洋服のクローゼットの前で立っています。そこで妹が見たものは、クローゼットの中から出ている白い小さい手を、必死になって引っ張っている姉の姿でした。妹が叫び声を上げて、それに姉が気づくと、小さい手はクローゼットの中に引っ込んだそうです。夜に帰ってきた両親に泣きながら話をしましたが、信じてもらえませんでした。その後、二度とその小さい手を見ることはなかったそうです。これは怖い。久々ヒット。怖すぎるだろう。小さな白い手が、ちょっとやめてよ、と姉に抵抗している、とか想像したら燃えた。これ、触ることができる霊だったんじゃなくて、姉が霊に触れる得意体質だったとすると、霊の慌てぶりが想像できて微笑ましいな。ちょ、ほんとやめて、私今服着てないの。妹さんなら後ろにいるから、引っ張るのやめて。妹さんも早く出てきなさいよ。おい、全然怖くなくなっただろうがよ。ありがとう。第2話、佐伯さん。とある高層ビルでバイトをしていた時の話です。高層ビルには直通エレベーターがありますよね。ここのビルは、8で割れる回数ごとに直通エレベーターがありました。例えば1から16階行きなら、1階から8階までが直通で、8階から16階まで各階に止まる、という仕組みになっています。7階まではテナントが入っていて、夜8時になると営業終了になるので、セキュリティのため、1階からのエレベーターはすべて8階までの各階止まりになり、8階で一度降りて守衛さんに社員証を見せて、次のエレベーターに乗せてもらいます。直通は8から24階になるので、15階までの方はとても面倒です。私の行っている会社は12階でした。こんな面倒なシステムになってしまったのは、理由があったんです。その日、もう一人のバイトの男の子と一緒に印刷物を取りに行ったのですが、3時間待たされて、ビルにたどり着いた時には8時を3分ほど過ぎていました。2人でダッシュしたら、なんとか最終直通エレベーターに間に合ったのです。ぜいぜい言いながらドア付近に荷物を下ろし、男の子が12階のボタンを押しました。押しながら、何階ですか?と聞いたんです。私たちだけかと思ったら、定年間近ぐらいの、小柄で細身の黒縁メガネをかけた、真面目そうでとても優しい顔をした男性が、奥に立っていました。すいません。9階を押していただけますか?軽く頭を下げて、とても礼儀正しい方でした。男性は、遅くまで大変ですね。
体を壊さないようにほどほどにしなさいね。男の子に微笑みかけながら言ったんです。仏様みたいな人いるだけで癒されるような、そんな感じの男性でした。エレベーターが止まりました。私たちはドア付近に立っていたので、お互い左右に分かれる感じで道を開けました。その時、お前ら何やってんだ、ドア閉まるぞ。エレベーターホールは喫煙所にもなっていて、印刷物を頼んだ課長がタバコを吸いながら覗いたんです。そこには見慣れた風景とともに、壁には12階のロゴが。急いでエレベーターから降り、振り返ってみると男性の姿はありません。私は確かに、男の子が男性に言われて9階のボタンを押したのを見ました。二人ともかなり息を切らせていました。エレベーターのドアに手をついてぜいぜい言っていたので、止まる階近くになるとボタンのランプが消えるから、私はずっと9階のボタンを見ていたんです。男の子も見ていたそうです。課長にその話をすると、佐伯さんだよ。不思議がることもなく言いました。課長がまだ若手社員だったバブルの頃、9階にあった証券会社に佐伯さんという定年間近の男性がいて、他の会社の方にも気配りするような、本当に仏様みたいな人だったそうです。その日遅くに営業先から帰ったようで、9階のエレベーターホールのところで亡くなっていたのを朝出社した社員が見つけたそうです。過労死だったそうです。お葬式にはビル内の他の会社の方たちも行ったほどだったそうです。守衛さんたちも、社員が残っているかちゃんと確認できればと悔やんだそうです。それがきっかけで、ビル内に社員が残っているかどうか確認するために、夜8時になるとエレベーターが変わるシステムになったそうです。課長の話では、佐伯さんは働きすぎで倒れそうな人がエレベーターに乗ると出るそうです。佐伯さんが来たんだからな。お前らも働きすぎだから、今日はもう帰って休め。明日も休んでいいぞ。課長はそう言いました。偶然かもしれませんが、一緒にいたバイトの男の子は佐伯さんと会った日、少し熱があったそうで、休んだ日に高熱が出たそうです。課長が休めと言わなければ無理してその日も来ただろうと言っていました。今でもはっきりと顔を覚えています。幽霊と言われたって信じられないほどはっきりとした姿で、人がそこに立っている感じでしたから。でも真冬だったのに半袖ワイシャツだったんですよね。死んでも優しい。こんな人が神や仏になるのかな。ある意味成仏したと言える。スーッと心に染み入る話だね。徳の高い魂は死してより徳を高める。そんな風に思いました。優しい話だわ。うちの会社にも佐伯さん来てくんないかな。おいらも倒れそうだよ。もともと徳の高い人だし、成仏自体はいつでもできるだろうけど、いろいろ心配で、自分と同じように過労死する人間を見てられないとか、守り神の仕事をされてるのかもな。第3話、実施した理由。俺の親戚に、元刑務官って人がいる。その人が言うには、刑務官の仕事って、受刑者を監視することじゃなくて、受刑者に人の温かみを教えるのが、本当の仕事らしい。そんなおじは、時間があれば受刑者の話を聞いていた。話す内容のほとんどは、受刑者の犯した罪についてがダントツで、実施した受刑者なんかは、どうして実施するに至ったかを話すらしい。その中で、ここの板に合う話があったので投下します。その受刑者を A として話を進めます。A はもともとは普通のサラリーマン。その彼が刑務所にいる理由は殺人。殺害されたのはこの人の奥さんで、殺害後、遺体の処理に困った A は、自宅の冷蔵庫に、バラバラにした奥さんを保存していた。会社から帰ってくると、冷蔵庫から体を一部を出し、肉は細かく切り、骨はミキサーで粉々にして、部屋のトイレから流していった。そんな日々が何日か続いて、体のほとんどがトイレから流れていった。最後に残ったのが頭部で、やはりこれを細かく刻むのに、踏ん切りがつかなかったらしい。頭部だけが冷蔵庫に残された状態が、何日か続いたある日、A は夢を見た。その夢の中で、殺した奥さんが、部屋のテーブルにうつむいて座っている。かなり深くうつむいてるらしく、表情はうかがえない。でも、テーブルに置かれた手が、
カタカタと左右に震えていた。次第にその震え方が素早くなっていき、爪が、そして指が、テーブルの周りに飛散し始めた。みるみるうちに肘から先がなくなり、ちぎれた腕からは真っ赤な血がほとばしり、骨がカタカタとテーブルを叩いていた。そこで目が覚めた A は、全身を汗でべっとりと濡らし、あまりのショックに身動きが取れなかった。ようやく落ち着き、リビングへと向かう。すると冷蔵庫が少し開いており、そこから首だけの奥さんが睨みつけていた。驚いた A は冷蔵庫を閉じ、扉をガムテープで閉じた。この時にはまだ、A は自首を考えなかったらしい。その日、冷蔵庫の中にある頭部の処理に手つかずの A は、仕方がなく新しい冷蔵庫を購入することにした。一人用の小さい冷蔵庫なので、店からの配達は頼まず持ち帰り、ガムテープ付きの冷蔵庫の存在が、公になることはなかった。その日の夢も、同じ場所で奥さんが座っていた。違ったのは、昨日の終わった時点から夢が始まっていること。テーブルについている奥さんの腕からは、真っ赤な血が滴っている。今度は足が床を蹴っていた。その動きが激しくなり、床を蹴る音も。と激しくなっていく。次第に床に血が滲み始め、足の肉が飛散し始める。テーブルの上では腕が振り回され、血を撒き散らしている。A の方にも血が飛んでくるが、身動き一つ取れずにその光景を見ている。頭の中では早く目覚めてくれと叫んでいたが、夢が終わることはなかった。部屋中に飛び散った血が、いやらしく光っていた。突然、獅子が動きを止めたと思うと、うつむいていた顔が少しずつ上がり始めた。垂れていた前髪が、頬にへばりついていく。髪の隙間からは、上目遣いで A を睨む目が見える。顔が完全に上がった時、ああ、私の体を返せーと絶叫が響いた。この声に A はようやく目を覚ますことができた。やはり全身に汗をかいていた。この時 A は冷蔵庫にある頭部の処理をしようと腹をくくったらしい。ベッドから飛び出し冷蔵庫の前に行くと、その気持ちが完全に消えた。あれほど頑丈に留めていたガムテープがすべてちぎれ、奥さんの頭部が冷蔵庫から転げ落ちていた。その目は見開かれ、A を睨みつけていた。ここで A は逃げられないと観念したらしく、実したそうだ。おじ曰く、殺された方の無念はいつまでも生きてるもんだ。殺人を犯して体をバラバラにしてさらにミキサーで、って考えただけでおぞましい。サリン事件とかで注目が移ったりするんで知られてないけど、日本は死体が出ないとほぼ余罪でしか捕まえられない。だから愛犬家殺害死体を薬剤で誘拐なんかは、いいタイミングでサリンを着て注目されなかった。死体が出ないと裁かれない。死体を処理されたら化けて出るしかない。第4話、無遊病。私の弟は睡眠中無意識に歩き回る、いわゆる無遊病患者でした。そのおかしな行為は、小学校高学年の頃がピークでした。3、4日に一度は夜中にむくりと起き出し、とっくに終わっているはずのテレビの電源をつけて、砂の嵐を無心にじっと見つめています。パジャマのままカバンを背負って、鍵がかかって開かない玄関のノブをガチャガチャと開けようとし、家族全員で引き止めたこともあります。またある時は、誰かの気配を察して目を開けると、弟が私の首に手を伸ばそうとし、突然目を開けた私に驚いて身を翻したこともありました。その頃、私たちの家族に心配事が降りかかってきました。それは、小学校5年で恒例となっている、キャンプ合宿の授業が近づいてきたことです。夜中に勝手にテントを抜けて歩き回ったりしたら、考えただけでゾクッとしました。ここからは、弟のクラスメイトから後に聞いた話です。予想通りのことが起こりました。夜中、キャンプファイヤーで盛り上がり、枕投げなど一通りの儀式的なことが終わった後、就寝時間となり、反強制的に先生たちにそれぞれのテントに連れ戻されました。すぐに寝息を立てる者もいましたが、なかなか寝つけない子供も多かったようです。何時間経った頃でしょうか、先生も眠りについてだいぶ経った頃、それが起こりました。
弟がむくりと起き上がり、リュックが山積みになっている方へ、スーッと進んでいったのです。そして、リュックの山をまさぐりながら。違う、違う。ない。お母さん、ないよ。と言って騒ぎ始めたそうです。起きていた子供たちが一人二人と顔を上げて、そちらを見始めました。しばらく、その異様な光景に恐ろしくて誰も声をかけませんでしたが、勇気を出した一人が、どうしたと声をかけると、はっと振り返り、行かなきゃ。と言って、適当にリュックを手に取って外へ飛び出していったそうです。さすがに驚いたみんなは、力ずくで止めに入ったそうですが、遠くの方を見ながら、行かなきゃ、行かなきゃ。と言い続けていたそうです。その翌日、弟は腹痛と40度近い高熱で、2日間うなされ続けました。普通の風邪だと思っていた母は、明日にでも病院に連れて行けばいいわ。と、割と気楽に考えていました。ところがその日の夜、寝ていた母の夢の中に弟が出てきたそうです。母の枕元に立って、お母さん、恨むよう、恨むよう、恨むよう。はっと我に返った母は、これはすぐに病院に連れて行かなきゃいけないと察し、弟の寝ている部屋に駆け込んでいきました。向こうを向いて寝ている弟に声をかけ、回り込んで弟の顔を覗き込むと、寝ていると思い込んでいた弟は、大きく目を見開いたまま動かずに、恨むぞ、てめえ。と囁いたそうです。車で救急病院に連れて行くと、すぐ手術室に運ばれました。あと1時間でも遅れていたら命はなかったそうです。その後も、弟にまつわる様々な事件が起こりました。そして、分け合って、彼はもうこの世にはいません。怖すぎる。ひぃ。怖すぎ笑えない。精神薬で無遊病になったことなら、朝起きたら、布団を囲むようにちぎったキャベツが巻いてあった。部屋を見渡したらキャベツの道ができてて、追ってみたら台所だった。まな板の上には半分に切られたキャベツと包丁。一人暮らしでコンビニ弁当で済ませてたからキャベツなんて買ってない。そしてうちには包丁やまな板すらない。これは母親が原因。無遊病は幼い頃の母親の対応が悪かったせいだと思う。お母さん、恨むよっていうのはきっと霊的なものが言わせてた。